ね、さあマーク、アレックスが強い。そうアレックは大会マジ強いですからね。さあ開幕、お互い様子見、飛びを信じてる。さあ高め中大昇龍、つながってないが強すぎる。さあ文字、さあ高めポパン暴れ、さあ行く竜巻ふんだんに使っていく。さあデッド作って大パン、おしゃれ。さあブロって大足はガード間に合って、さあ中足長いぞ、中足長いぞ、パンブナイスガード。さあ飛び読みのバックジャンプ大パン、さあ中足当たって小足暴れ、さあ中パン当たってダッシュ投げはグラップ。さあ EX サソンキブロっていて、これはかくらない、最強。さあボディでなかったですね。さあゲージ作って下がっていく。さあこれもブロっているが、これはかくってボディからコパコパハンマー。さあ置き攻めはセットプレイでしょう。さあパーム、スカシーム、さあはめられていく。さあ1ラウンド目はマティさん。さあ文字で稼いでっていく。さあ飛びはナイスガード。さあ飛びがあんま機能してないか。さあ投げはさあ PA 文字で EX サード、引っかからない、ガード硬いっすね、ガードが硬い、格ゲーの基本か。さあ有利フレーム分かんなくて波動拳、さあ飛びかぶしてうまいっすね、文字が当たる。さあヒューゴもちょっとずれてきたか。さあついに決まったが、ちょっと安かった。さあもうどうせ飛ばれてなければ当たんねえだろうと、ブロれねえだろうと。さあブロられたか、かくって、さあダブルアップして、さあシュートが出なかったっぽいですね。さあ取り返したのはギフさん。しかしマティさんは2マックス。さあマティさんには台足振りづらいから結構怖いですね。さあ、チュアシエクサード引っかかって、ゲージなくなって、ダイヤシー、男らしい。さあ、EX 竜巻がちらつくが、高めナイスガード。さあ、ブロって ES ラボンラリー。ナイスガード、バックステイ。さあ、EX 竜巻の軌道がやばい。さあ、デッド作ったが、ジャンプ体型強すぎる。さあ、素晴らしい。パームに生人雷。さあ、ハンマーはマックス。さあ、空爆が怖いが、しっかり歩いてくる。さあ、シュワシュ使って。さあ、ギフさんも、さあ、素晴らしい。ゲージがないので、ちょっと怖い。さあ、デッドっぽいっすね。中足陣内決まって。さあ、EX がないので、一回中、さあ、ダッシュ投げ決まって取ったのはギフさん。素晴らしい。